気持ちわかりますね。イーグルスもこれ今祈っています。さあ2アウトランナー3塁2塁、センターの打球はヒットになった。3塁ランナー帰ってきて9回の表、佐藤俊哉タイムリーヒット2対1、マリーンズ1点リードに変わります。佐藤にタイムリーが出ました。詰まってね、強振することなくしっかり振り抜いていきましたよね。打った佐藤選手がナイスバッティングですよ。